肩焼き仕立て大人の贅沢カールというのがあったので早速買って食べてみました。食べてみましたじゃない、食べてみましょう。大きさ的には結構小さいですよ、ね。25センチはないね、四方という感じですけど、ね、普通のカールから見たら断然少ない。濃厚炙りチーズ味、香り引き立つ焦げ目の美味しさということですね。あのカールがふんわりサクサクを卒業して贅沢な大人のスナックに、チーズをかけて焼き上げた後さらにもう一度重ねがけ、カリッと固めの噛み応えと濃厚なコク、いぶり、あれ読めないわ、ルビー振ってくれ、はい、の香ばしさまで楽しめる本格的なチーズの味わいです。小ぶりな一口サイズで食べやすく独り占めにちょうどいい、満足の内容量、大人のくつろぎ時間にとっておきのスナックをどうぞ。50g 入りですね。 50g 入りでカロリーとかは1袋281キロカロリー、なるほど、それぐらいな感じです。まあいいわ。はい、じゃあじゃんじゃか開けてサクサクと食べよう。ニュー、新製品なんですね。カールの、明治のカールを作っているところの工場見学に行ったことがあるんですけれども、まあなかなか楽しかったですよ。カールの製造工程は普通の子供用の普通のカールの後ろに書いてあるんですけど、本当にその通りでした。で、多分製造ラインとしては同じで、2度かけるっていうところで何かどっか工夫があるのかな。じゃん、あ、もう1回出すだけでもうおしまいだ、少な。そして見てこの見た目、びっくり。あのカールの形って元からあれだなと思ってたんですけど、2度かけでなんかこのいぶったことでこのカールにシワシワができて、ますますカブトムシの幼虫を彷彿とさせるよ。ちょっとグロい、いただきます。うん、あの硬くて美味しいんですけど、これどっかで食べたことある硬さだと思う。なんだっけ、ちょっと食べてみて、絶対食べたことある。あのね、スコーンに似てるぐらいの硬さで、スコーンよりももうちょっと硬いですね。でもこの味が濃い感じがスコーンと似てるよね。そうでもない、スコーンよりも美味しいけど、なんかその半分ぐらいですね。あとやっぱりカール独特で、あの揚げたような酸化したような匂いがしないっていうのがいいと思います。この見た目、うわーうわー、あのなんだっけ、小池屋、違う、こんな感じのもっと小さい形であるやん、甘いの、なんだっけ、うそー、トーハとキャラメルコーン、あれも小さい時から見てるとカブトムシのサナギみたいだよって思ってながら食べてたんだけれども、見た目どうにかなんないかな。ほらパッケージの写真だとそんなにシワシワ入ってないんですけど、実際は結構シワ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 してますね。はい、でも形を気にしなければ味は美味しいです。それから歯ごたえが大好きなので、あのとっても美味しいと思います。チーズも好きなので、これはもしかしたらリピートしちゃうかも。見た目だけがね、見ないで食べればいいです。はい、そんな感じでした。